どうも、ノンホイ兄弟のキャプテンでーす。原地でーす。イエス。イエイイエイイエイ。ゴールデンウィークも明けまして。明けましたね。ゴールデンウィークお兄ちゃんどういう風に過ごしてたんですか？はい、実はね、アラジーに言われてたミッションを一つ。ミッション？はい、やってきましたんでね。なんて言ってたっけ？まあ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 、それはね、本編の方で言わせていただこうと思うんで。楽しみにしてます。はい。それでは CM、どうぞ。はい、お兄ちゃんミッションをコンプリートしてきたということで、はい、はい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 、じゃあ早速、はい、早速じゃあ聞かせてもらいましょう。報告させていただきます、はい、まずね、ちょっとこれ、はいはいはい、見えるかな、お手元にこんな缶バッジがあるんですけどね。これはですね、大阪にてコミックコンベンションっていう、コミックコンベンションっていうですね、まあ、メインとしては本当にマーベル、DC とか、あとワイルドスピードとか、ああいったね、アメコミ系の、ああいった催し物の祭典、はい、そんなお祭りがあるんですよ。具体的にどんなことするんですか、それは。まあ、そうですね、具体的には、まあ、こんな僕みたいにコスプレして会場を、まあ、コスプレイヤーの人たちが楽しむ。こんなんがいっぱいおる。もういっぱいいる。キャプテンアメリカ何人も。こんなんじゃないよ、こんなんじゃないよ。ヒーローから、なんならヴィランまで、もう、敵もいるんです、ね、敵もいる。たくさんいるんですわ。そう。で、コスプレでまず楽しむのが一つ、はいはいはい。あとは本当に、その映画で使った車両ですとか、衣装、そういったものも展示されている。あ、実際に使われたものが。そう、実際に使われたものとか。すげえ。まあ、それに、それ用に、まあ、作ったようなやつもあるんですけどね。はい。それらが展示されてるのを楽しむ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、あとはね、あのアメコミならではの、はいはいはい、まあ、そういうグッズ、海外から輸入してるような、そういったコアな、まあ、企業さんがブーストしているんですわ。で、そこでまあ物が売ってたりするんで、具体的にちょっとイメージが、うん、難しいよね、うん、そう。じゃあね、早速ちょっとね、写真いっぱい撮ってきたんで、準備万端や、ね、準備万端準備万端すぎてちょっとびっくりしちゃいます。あの、ね、やっぱり行った目的の一つとしては、はいはいはい、自分がめちゃくちゃ写真を撮りたいっていうのもあるんで。なるほど。はい。じゃあね。カメラ構造なわけだ。そう、カメラ構造なんですよ。じゃあちょっとね、携帯の画像を一緒に見ながらリア、はいはいはい、ね、話をしていこうかと。はいはいはい。はい。まあ始まりはね、うん、僕のこんなコミックコンベンションだよっていうところから始まって。あ、かわいい。そう。これね、すごいんですよ。かわいい子もいる。かわいい。かわいい子って言ったのがちょっとね、いやらしい感じじゃなくて、ね、そういうことじゃないですそうじゃないですよ。そういうことじゃないですから。ちっちゃいね、本当に、ね。ちっちゃい子がコスプレしてるのはかわいいって言ってるんですよ。そう。お父さん手作りのね、段ボールの、スーツを着てね、あ、なるほど、かわいい子とか、本当に、なるほどね、そうなんですよ。ちっちゃいね、キャプテンアメリカとか。ちっちゃいキャプテンアメリカとかいますわ。そう、いるんですわ。そう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 。こんな感じでね、やっぱりみんな好きなんで、寄ってたかってね。あ、もうみんな好きな人だけがもう来てる感じなんです、ね、そう、やっぱコスプレする人は大好き、うん、だもんね、お互い写真を撮り合うとか。かなり平和なイベントですね。めちゃくちゃ平和なイベントです。ヴィランはいるけど、ヴィランはいるけど平和ないい人。なるほどね。見た目はヴィランなんだけどいい人っていう、まあ、キャプテンアメリカこんだけおったらヴィランも悪いことできないですし。できないですね。言ったらキャプテンアメリカなんなら僕探しただけでももうね、何人いたかな、4人5人はいたんでね。僕を含めて。いや、子供ここで3人写ってるから。あ、そうそう、これはね、これはね、チビなんですよ。チビたち以外にも本当にいっぱいいるんですよ。あ、そうなんだ。そう、やっぱこだわりでね、別のシリーズのキャプテンとかいますしね。結構面白そうですよ、皆さん。そう、これ面白いイベントですよ。ぜひぜひ行っていただけるといいんじゃないですか。これは年に1回なんですか？あ、大阪コミコンは年に1回、うん、今年初めて開催されて、で、メインとしては、メインなのかな、前々からやってるのは東京でやってます、うん、あ、東京コミコン。東京、え、それはいつやってるんですか？ですね、今年は12月ですね。予定では確か8、9、10と3日間開催ってなってますけど、またそこはね、日程がもしかしたら変わるかもしれないんで、皆さんなるべく東京コミコンをね、調べていただいて見てもらうのが一番いいんですけど、12月に開催するのは間違いないと。12月にあるんですね。年末。ちょっと興味あります。興味ありますわ。僕も興味あります。アラジーもこれデビューしちゃう？東京。じゃあちょっとね、コスプレに興味あるんですよ。あ、コスプレに興味あるんです。はいはいはい、
僕って、うん、例えばですよ、うん、例えばマーベルのキャラクターで僕がコスプレするとしたら、はいはいはい、何が似合いますかね。あー、何が似合うか、何が似合うか、そうだな、いつもこの黄色のパーカーしか着てないですから、イメージカラーは、ね、黄色だと思うんですよ、ね、僕黄色ですよね、皆さんね、黄色なんで、うん、そうだな、まず一つ、うん、サノス、めっちゃ悪いやつやん。そう、宇宙の帝王サロス。こう指パッチンしたらもう人類半分死ぬやつでしょ。指パッチンする。宿敵サロス。こうやってやったら死ぬやつでしょ、みんな。そうここあのノンホイ兄弟、ノンホイ一人っ子になってまうから。なんかなっちゃう。指パッチンしたら。そう、ここバチバチになっちゃう。あ、なるほど。なるほど。それと？それと。他は？やっぱ黄色でって言ったら。黄色で。ウルヴァリン。え、でも。ウルヴァリン。え、あの爪生えてるやつでしょ。そう、爪出てくる。え、でもあれ黄色じゃなくないですか。映画版はやっぱりね違うんですけど、コミック版を見ると。黄色いスーツなんですよ。そうなんだ。そう、意外とあの映画しか見ない人は知らんけど、はいはいはい、ちゃんと原作は黄色いスーツ。皆さん知ってました？見てますね。ね。あ、そうなんですね。そうそうそう。それもありですね。それもあり。はいはいはい。他は？まあ他はね、ちょっと黄色から離れていこうかと。あと2、3上げてほしいです。2、3ね。うん。あと2、3上げてほしいですね。そうだな。やっぱ選びたいんで僕も。じゃあ面白いキャラクターでいくなら、うん、アントマンとか。あのちっちゃくなるやつや。ちっちゃくなる人。ちっちゃくなるやつや。でもね、コメディ要素強いんで。こんくらいになるやつでしょ。そう、こんくらいになる人。このレッドマムシくらいになるやつでしょ。そう、レッドマムシくらいになっちゃうの。そうそうそう。レッドマムシで泳げる人でしょ、これ。レッドマムシで泳げる人。それ以下アントマンね。アントマン、まあ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 。うん、まあ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 ね。あと、あとに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 だよね。あとに、あとに。そうだな、あとは、うん、デッドプール。デッドプールってめっちゃ変態なやつでしょ。めっちゃ変態、あ、これ言っていい？あれですね、スーパーだけどヒーローじゃないみたいな。でも最終的にはちょっとヒーローになってきてるみたいな。あ、なるほどね。めちゃくちゃ落とし物みたいな。まあ僕ですね。そう。言うたら。そう。ね、めちゃくちゃ似合いそう。見た目ヒーローじゃないけど、ね、本当はヒーローだよっていう、ね、こう、まあ、何を思ってそう言ってるかわかんないですけど。不死身っぽいじゃん。うん、まあ、次行きましょう、次。次ね、次。あと一つか。何がいいかな。あと一つ。なんか例えば最近の映画とか、最近の映画、うん、そう、最近のね、うん、この5月やってるんですよ、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが。ああ、そう、で、あ、いや、よく見たらもうめっちゃ似合いそう、スター・ロード、まあ、え、主人公のピーター・クール。絶対ないでしょ、あんなイケメンじゃないもんだって。いやいやいや、どっからどう見てもフォルムが違うじゃないですか。ちょっとひげ生やしてガタいいじゃん。ジャケット着たら多分いける。これは頭ってんの肩幅だけやで。いや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 いできる範囲で僕がやってくるとおもろくないですか。これは期待大だね。だから、うん、あのキャプテンアメリカと何が並ぶのかっていうところですよね。ね、横に何が、うん、横に何がおるんやろうみたいな。ね、そう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 。うん、どうですかこれ。めちゃくちゃ面白いですね。次回。これ次回の僕のミッション。あ、そう。どうですか。僕はミッションこなしたんで。次、うん、アラジーの。僕はミッション一回も守れてないんで。確かにね。確かにそうだ。そう。うん、ま。体型はね変えられなかったけど、はい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 、はい、で、うん、体型まあちょっと変わったよ、うんうん、ちょっと変わったけど、うん、あのそんなに大幅には変えれなかったから、やっぱりこう、はい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 、外見でね、うんうん、外見からこう、じゃあまずは外見から入っていこうっていう形で、そうしましょうか、うん、でも今挙げてくれた5つの中、うんうん、はいはい、だったらもう1つ決めましたよ。お、決まった。絶対一番面白いから。おお、言っていいですか。言ってくれます。いいっすよ、お願いします。サノスです。サノスどう考えても面白いでしょ。めっちゃ面白いですね。だってキャプテンアメリカとサノスが仲良く喋ってんねん。やばいよね、本当に。宿敵だよ来るのは。どっかからあのアンチのコメント来るかもしれない。何仲良くしとんねん、ね、何仲良くしとんねんって映画のイメージ壊すでしょみたいな。あのもうすでに兄弟ではなくなってしまう、うん、僕指パッチン鳴らしまくりますからね、こうやって。うわーって、うん、僕喋れんくなっちゃうよ。そうで半分消えるみたいな。あ、なるほどなるほどね。おこう半分だけ消えちゃってね。そうみたいなのありかもしれない。それありかもしれないね。ということでね。わかりました。来週じゃないね。次回だね。次回です。来週じゃないよ。来週じゃね。来週じゃないよ。みんな感じで。なんで俺毎週の手でいい。そんな早くないよ。ちょっとあの用意する時間が必要なんで。毎週アメリカとキャプテンアメリカとサノス会ってたらね。ちょっとね。仲良しみたいな。めっちゃ仲良しだね。うん。エンドゲームにならないんでね。そうね。うん。エンドレスゲームになってまくる。なっちゃうね。ということでね、うん、マジか僕がサノスを着て、はい、
で、どうですかという、こう衣装のね、ね、感想をいただきながらおしゃべりしたいなと思いますので。そうですね。で、それが、もうマッチしていましたら、うんうん、漏れなく、多分11月になると、あ、12月か、うん。東京コミコンに一緒に行ける。サノスとして。サノスとして。なるほどね。ね。面白い。それもちょっとまた一つ。それは面白い。ミッションとして。ミッションとして。うん。やっていきましょう。はい。じゃあ、決まりましたね。決まりましたね。はい。うん、また次回皆さん楽しみにしていただいて、はい、いや皆さん次回もね、うん、楽しみにしてください。アラジジが果たして本当にサノスで来るのか、はたまって、あの違うね、はたまって、はたまって、ちょっと違った、はたまって言うてるやん、うん、果たして、うん、まあ、違うスーツで来るのかどうか、うん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 、ちょっとね期待しててください、うん、はい、はい、それじゃあ次回もアッセンブル、うん。